東側出入口勝野駅は、福岡県倉手郡小竹町、大和赤字麻平坦にある、九州旅客鉄道地区方本線の駅である。駅番号は、JC18。かつては当駅から、宮田線が分岐していた。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎はない。新飯塚寄りに、古仙橋の階段がある。古仙橋からは、 線路の東西の出入り口につながっている。宮田線廃止以降、無人駅となっている。近距離切符の自動券売機が設置されている。守護下の利用が可能であるが、カード販売とチャージの取り扱いは行わない。無人駅であるが、ワンマン列車はすべてのドアが開く。普通列車のみ停車する。折尾駅から桂川駅までの区間で、唯一快速列車が通過する駅である。 2018年3月17日ダイヤ改正では、日中の博多発着の普通列車が新伊豆海駅で折り返しとなったことに伴い、日中は1時間2本の快速のうち1本が、当駅に停車するようになったが、2021年3月12日ダイヤ改正により市中は、博多駅笹栗駅間の区間運転がなくなり1時間2本の快速のうち1本を普通列車としたため、 快速列車については全列車が当駅通過となっている。小竹町の北端部に位置する。駅名の、勝野は、小竹町南端、隣の小竹駅周辺の集落であり、当駅の所在地は勝野地区ではない。駅前は、田畑と小集落のみで換算としている。ABCDEFGHIJ、週刊 JR 全駅、全車両基地第07号、朝日新聞出版。 2012年9月23日、22ページ。ABCD 歴史でめぐる、鉄道全路線国鉄、JR4 号、26ページ AB 歴史でめぐる、鉄道全路線国鉄、JR4 号、13ページ歴史でめぐる、鉄道全路線国鉄、JR4 号、15ページ AB 湯下し部福岡県、JR 全駅足処防。 1993年10月15日141から143ページ ISBN 47億5120万5293交通新聞 P1 主語化利用可能エリア九州旅客鉄道平成28年3月26日時点ありがとうございます